ここでは単位系の話、力とエネルギーの単位について、力の単位はニュートンである、エネルギーの単位はジュールを使う、これいわゆる SI 単位系と呼ばれているものです。でもう一つ、力あるいはエネルギーの単位というのは組み立て単位、メートル、長さ、キログラム、質量、それから秒、時間を組み立てて合成される単位である。で、これでいかんのって、まあこれでいいんですよね。基本的に今までこれで皆さん勉強してきたわけなんですけれども、一方で、例えばメートルの代わりにセンチメートルを使うことっていうのはよくある。日常生活ではよくあることです。なので、例えば力の単位にしても、エネルギーの単位にしてもですね、メートル、キログラム、秒ではなくて、センチメートル、グラム、秒の組み合わせで力あるいはエネルギーの単位を表してもいいはずですね。で、実際これらはかつて用いられていて、これらをですね、CGS 単位系、これは CGS と、これを3つ頭取ってたんですね。ちなみに SI 単位系、かつてはですね、MKS 単位系というふうに呼ばれていたこともあります。で、ここに A ってあるけれども、これ実は電流なんですね。ここ、実は CGS 単位系の時に、電磁気学での CGS 単位系では、これがないというのが、ちょっと重要なポイントになってきます。さて、力学の単位ですので、まずここに限定しますと、この CGS 単位系における力の単位はダインと呼びます。エネルギーの単位はエルグと呼びます。それぞれ元の単位と組み合わせたらこのように書けるわけですね。これはもう問題ないかと思うんですけれども。では、ということで、1ダインはというとこういう単位になるわけです。これをニュートンに換算しようとしたらどうするかというと、1グラムっていうのは10のマイナス3乗キログラムで、1センチメートルは10のマイナス2乗メートルになるので、こう書けます。これ計算したら10のマイナス5乗ニュートンだということは理解できるわけです。同様に、1エルグというのも同じように計算していって、単位の変換をしていってというふうにすると、10のマイナス7乗ジュールというふうに表すことができます。で、ここまでですと、それこそセンチメートルをメートルで表したらというのと大差ないわけですね。これだけだったら、あえてわざわざ言う必要ないんですが、これが電磁気学と絡むと少し事情が変わってきて混乱することも多々私の場合ありましたので、ここで皆さんに説明したいと思います。で、この CGS 単位系というのは、いわゆる CGS ガウス単位系と呼ばれるものが、歴史的によく用いられていた。で、もう一つは古い参考書、古い名著と呼ばれる本にはですね、結構これが使われている。本っていうのは意外とすぐ売れなくなって作らなくなるっていうことがあるんですけれども、いわゆる名著とされる本でもうその著者の方がお亡くなりになっているというような場合には改訂されないんですね。で、この古い CGS ガウス単位系というのがそのまま出てくるということがあります。電磁気でもそうなんですけれども、この電磁気で例えばクーロンポテンシャルというようなものをよく使う量子力学でも当然この古い単位系で書かれている名著っていっぱいあるんですね。あともう一つはこれ SI 単位系で式を書くと本当に長くなってしまうということは研究現場ではよく起こります。なのでいつの間にか私も CGS 単位系を使って説明していたということは量子力学あるいは物性物理のところではしばしばあるんですね。まあ、それをけしからんと言われると、まあ、そうかもしれないんですけれども、まあ、古い単位系使うことのメリットというのも結構感じられるんですね。長くなりすぎてっていうのが、本当に長くなってシャレにならん間違いまくる可能性がどんどん増える。こういう問題も当然あるので、結構バカにならないということがあります。